どうも朝日です、今日はですね近藤城さんの千の音楽についてお話ししようと思います。まあ音楽家であれば、ご存知でしょうか。近藤城さんという作曲家ですね。現代音楽の作曲家の方で、まあ、日本の現代音楽を語る上では、まあ、外せない作曲家の一人ですけれども、まあ、もう大巨匠なんですけど、まあ、その方がね、まあ、千の音楽というシリーズを、作りまして、その音楽作品なんですけど、それだけじゃなくてそれをね、千の音楽という、まあ、作曲技法なのか作曲の考え方みたいなねことなのか一概には一言で言えないんですけど、まあ、その千の音楽という本を出したんですね。で、まあ、これによって、まあ、これ復刻版というかね、アルテスパブリッシングから出てる、ものですけど、この千の音楽という本を出して、その自らの作曲のこういう考えで作っているっていうことを書いたんですね。でこれが、まあ、近藤城さんを、まあ、形容する、まあ、一個のキーワードとしてね、千の音楽って言われる、一つの作曲のスタイルなのか、作品自体を示しているのか、批評的な問題なのかっていうね、まあ、いろいろ含まれていると思いますけど、まあこれは、まあ、日本の現代音楽を語る上で外せないだろうと、ということで取り上げようかなと思ったんですね。まあ、改めてね、まあ、昨日この本をもう一回読んでみたんですよね。久々に読んでみて、これ話すのはなかなか難しいなと思いまして、この本は結構ね、読まれた方どうですかね、めちゃくちゃ難しくないですかね。僕は最初読んだ時は、まあ、そこまで難しい印象なかったんですけど、まあ、今回解説しようかなとか思って、そういう視点で読むとめちゃくちゃ難しいですね。なんていうか細かいんですよね、言ってることが。なのでこれ読んでる人は結構分かんなかったっていう人多いんじゃないかなって想像するんですけど、まあ、これは僕なりな解釈ですけど、こういうことかなっていう僕の解釈をね、お話ししたいっていうのと、これ僕実際にね、この近藤城さんの千の音楽っていう考え方をもとに作曲したことがあるんですよ。でそれは実はマカルームっていう僕がやってるエレクトロニカユニットの中でもう発表してる曲なんですね。でしかもその発表した時に、発表した直後に 現代音楽やってる人から千の音楽ですねって言われたことがあって、ですので、まあある意味成功したと言えるんですけど、まあ、どう成功したかっていうのはね、ちょっとまあ何とも言いづらいんですけど、まあ、そういう話などもねできたらいいかなと思います。ですので、まあ現代音楽に興味ある方はぜひ見ていただけたらなと思います。近藤城さんという方をね、知らない方のために、ここに書いてあるプロフィールをね読みたいと思います。近藤城、1947年東京生まれ、東京芸術大学で作曲を学び、在学中からその作品が注目を浴びた。1970年代初頭に自ら千の音楽と名付けた独特の作曲方法論を提唱し、以後国際的に活躍。欧米の多くの主要機関や音楽祭から移植を受け、特集演奏会が組まれている。ほぼ全作品の楽譜がイギリスの UIMP から出版され、 CD 録音も多い。2012年アメリカ芸術文学アカデミーの外国人名誉会員に選ばれた。国内外の多くの大学で教鞭を取り、講演を行っている。お茶の水女子大学名誉教授、っていう感じですね。まあ、国際的に評価された日本の現代音楽の、まあ、巨匠であると、いうところですね。で近藤城さんがおっしゃっている千の音楽っていうのは、まあ、自らが作った曲のシリーズを形容した言葉ですね。曲がね、なんとなく千のようにこう続いてるような感じっていう、まあ、簡単に言うとそういうような雰囲気のイメージなんですね。まあ、ここにも帯にも書いてますけど、聴き手の感覚的なグルーピング作業に支えられる、どこまでも持続する一本の音の連なり、その持続的な連なりの比喩としてこの音楽を千の音楽と呼ぶことにしたって書いてますから、まあ、聴覚的になんとなくファーって一本の線の連なりみたいな感じに思えるような曲のことを千の音楽って言ってるっていう感じなんで、まあ、そういう意味ではかなり単純な安直なシンプルな、形容なんですけど、まあ、それに至るまでの、近藤城さんのこう考えみたいなものがね、ずっと書かれてあるんで、まあそれを、追っていくとなかなか
作曲家としては面白い、感慨深い感じの部分っていうのはかなりあるんですけど、でここにもグルーピングって書いてますけど、グルーピングっていうのが一個のテーマなんですね。でグルーピングと真逆に一個分節っていう言葉も出てくるんですけど、グルーピングっていうのは簡単でこう音を まとめ上げる作業ですよね。でグルーピングっていうのはこう西洋音楽の中でもう昔からある作業で、例えば、一つの音色っていうものがあるじゃないですか。でその音色になんか高さの違いみたいな、音高の違いみたいなのが現れてって、でさらにその音高の違いでなんか音階みたいなものができるわけですよね。その音階が、一個のメロディーになったりとか、で最終的な今日この調整感みたいなものになっていったりみたいな感じで、こう小さなこの一個の素材みたいなものがもうだんだんグループ化されていくみたいなね、まあ、それはグルーピングですよね。でそれまた例えば今音程で話しましたけど、音の強弱みたいなね、ものとか、まあ、これ強弱だけじゃなくて音程関係とかいろいろなもので生じますけど、アクセントっていうのが出てくるんですよね。弱い強いっていうものですね。そのアクセントが出ることによって、今度はリズムが生まれ、拍が生まれてくるみたいなね、拍感覚。でその拍が大きなリズムになったりとか、作曲としてもですし、聞く時の体験としても両方なんですけど、まあグルーピングっていうのは存在すると、まあ一曲の曲を聞くときに何かメロディーの連なりで調整感を聞き取ったりするじゃないですか。なんかまあ明るい曲だなとかいうのはその調整感を一個グルーピングしているという、そういう作業なんだと。それは作曲の時点でもそういうグルーピングが行われるし、聴く時にもそういうグルーピングっていうのは行われるっていう、感じですね。で逆にその分節っていうのはどういうことかっていう、それを、分けていくっていうか、その一個の素材に到達させるための方法論ですよね。でこれは例えば、まあ、電子音楽とかねいうのが戦後ありまして、ストックハウゼンがやったりとかね、いろんな電子音楽的なブームっていうのがあったんですけど、それは例えば音色を作っていくっていう作業なんですよね。今まで聞いたことがない音色を、まあ、初期のシンセサイザーみたいなものですよね、で音を合成して一個のなんか不思議な音色を作るみたいなね、まあ、これは分節作業って言われるんですけど、一個の、素材を作るみたいな作業ですね。でこれは例えば、まあ、ジョン・ケージの作品ってね、あのプリペアドピアノって言われるそのピアノの弦の隙間に物を挟んでって不思議な音色にするみたいなね手法がありますけど、あれも分節作業だと、まあ、なんていうか変わった音を作り出す、生み出すみたいな作業ですね。まあ、例えばクラスター音楽みたいなものですね、ペンデレツキとか、リゲティとか、まあ、もしくはクセナキスみたいな音楽、そういうのはもう一個のクラスターと言われる一個の音色をね作り上げるっていう作業なんで、これはもう分節作業だとっていう風な形で、まあ、グルーピングっていうものと分節作業っていうものをね、対比させてるんですけど、まあ、近藤城さんが曰くその現代音楽の歴史っていうのは、まあ、簡単に形容すると今まで聞いたことない新しい響きを探すみたいなね、まあ、そういう歴史だったわけなんですよね。なのでこれは分節の歴史だと、新しい素材を見つけるみたいな、ことですよね。まあ、これは例えば十二音技法とかちょっと違って、十二音技法は別に例えばピアノで、まあ、12個の音列みたいなのを作ってそれを発展させるみたいな手法ですけど、これは、音高関係においてグルーピングがないっていう状態らしいんですね。要するにこの今までの調整関係があって、音のなんか、まあ、スケールみたいなね、音の並びがもう一切感じられない、次に何の音に行くか聞いててよくわかんないみたいなことなんで、聴覚的には音の高さのグルーピングみたいなものはなされてない状態、っていうのが十二音技法だと。で逆に言うとトータルセリアリズムみたいな、まあ、もっと音高だけじゃなくてリズムとか強弱とかアーティキュレーションとかさまざまなものを音、まあ、列として扱うみたいなね、まあ、トータルセリーっていう音楽があったんですけど、ああいうものはもう完全に聴覚的にほとんどグルーピングを感じられないみたいなね、まあ、そういう感じで言ってるんですけど、まあ、それ以外の、まあ、電子音楽やら、まあ、もしくは、ミュージックコンクリートとか、まあ、もしくはクラスター音楽とか、まあ、プリペイドピアノにしても、そういうものっていうのはこう音の分節を行っていく、まあ、一個の聞いたことがない音を探し求めていくという歴史だとっていうふうなことを言ってるんですね。でじゃあそのない音を探すっていうのはまず分かるんですけど、でその見つけた素晴らしい今まで聞いたことがない音みたいなものをどうやってつなげていくかっていうと、でこれは、まあ、連節っていう言い方を近藤城さんしてますけど、まあ
半ば自動的にそれが行われるんですね。そのどう自動的に行われるかっていうと、例えば、まあ、西洋音楽の中で培ってきた音楽理論みたいなのがあるわけですよね。でその音楽理論的なものにのっとって、なんか自動的にこの次はこうなるべきだみたいなものがあって、まあ、もう決まってると、予測不可能な展開にはならないと。でこれを連説っていう風な感じで言ってますけど、でもしくはその個人的な感覚、もう自分の感覚だけで音を並べていく、みたいな、まあ、個人言語みたいなことを言ってて、イデオレクトっていう風な言い方をしてますけど、まあ、これはね、このイデオレクトの問題は、例えば、まあ、ジャズとかでもアドリブをするときにどうしてもこの自分の感覚から抜け出せないみたいな感覚が、アドリブ演奏とかしたことある人だったらもしかしたらわかるかもしれないですけど、もう全く違う世界観の、まあ、今までやったことがない、もう全く違う演奏をしたいと思って、そう思ってアドリブでやるんだけど、やっぱり自分の今まで培った、理論とか自分の感覚とかそういうものから抜け出せないんですよね。もうやっぱり自分の演奏になってしまう、まあ、これはある意味いいことですけど、まあ、これをダメなことだと、まあ、ダメとは言ってないですけどね、まあ、そういう個人言語だと、イデオレクトだとっていう風な感じで近藤丈さん言ってると。じゃあ何をするかっていうと、近藤丈さんはそういう今まで現代音楽の中であった聞いたことのない音の響きを見つけるみたいなことをもうやめようと、するんですね。なのでどんな音でもいいと、例えばまあなんか聞いたことない音じゃなくてピアノの、ドレミでもいいんですよね。ドとレとミを3つ合わせてドレミっていう、まあ、3つの、ありふれた音があって、で弾き方ももう普通の弾き方でよくて、っていう感じでね、この素材自体は、まあ、ある種、何でもいいと。ただこの自分がこう感覚的にこれが必要だと思える素材を持ってくるっていうね、感じなんですね。まあ、これは近藤丈さんがやっぱりジョン・ケージの影響をすごい受けてて、ジョン・ケージがスタティックな音響音階って言ってるんですけど、この、まあ、ジョン・ケージは砂浜を歩いて貝殻を拾うように音を集めましたっていうね、っていう風な発言をしてるんですけど、まあ、そのように砂浜を歩いてって音を拾ってくるかのように、まあ、自分の好きな音を集めてくるとっていう、そうやって集まってきたものを、繋いでって曲にするんだと。でただその繋ぎ方っていうのは、そのいわゆる西洋音楽的な理論的なこう習慣に基づいた音の繋がりじゃなくて、でかといって自分の個人的な好みでもなくて、違う繋ぎ方をしていくんだっていう風なことなんですね。でその方法論っていうのはいまいちこの近藤丈さんの本読んでてもはっきりとは分かんないですね。ただそのじっくり耳を澄ませてみて、たった一つの音を鳴らした時にその次に何の音が来るべきかっていうのを、詳細に検討してみるみたいなことなんですね。例えばドレミっていう3つの要素で曲を作るとしたら、ドの音を鳴らした時に次にもう一回ドの音を鳴らすのか、もしくはレの音を鳴らすのか、まあ、ミの音を鳴らすのかみたいなね、ことを詳細に検討して試してみるみたいなことなんですね。でその中でこう適切なものを一個ずつ選んでって緩やかに移行していくみたいなことなんですね。でこれは音高の、今ドレミって言ったのは音高の問題なんで、リズムは全く無視しているわけですね。これ例えばオリエントオリエンテーションっていう曲の中でもう音高だけを問題にしてリズムも、まあ、もしくは音色ももうほとんど変わらない、もう同じ単調な曲っていうのを作ってるんですね。でその中で音高だけが緩やかに移動していく、でその音高の中で、まあ、微妙なズレがあったりとかあるんですけど、まあ、基本的にはこう緩やかに、音程感、音高が移行していくみたいなね、っていう、まあ、音高に的を絞って、もしくはこう音のちょっとしたズレだけに的を絞ってシンプルに曲を作っていくっていう風なものをまず試したわけなんですけど、そういう感じでこう音を一個素材っていうものをまず、まあ、いわゆる音階みたいなことですね。音の素材 ドとレとミと、ファのシャープと、ラとみたいな感じでいくつか素材を持ってくるんですね。まあ、これはある意味分節作業に近いかもしれないですけど、必ずしもその聞いたことない音を探すみたいなことじゃなくて、単に集めるみたいなことですね。でその中でそれらがどうつながっていくかっていうのを一個一個音を聞きながら試してみるみたいな、ことなんですね。で近藤丈さんの場合はその乱数表を使ってランダムに並べてみるみたいなことを試したりしてるんですけど、まあそのランダムっていうのは完全にこう偶然性に近い作曲なんで、まあ、それだけじゃなくてその自分の耳を
済ましてこう連なりを聞いてみるみたいな、まあ、そういう感じですね。これはまあ今僕の解釈なんで、結構ねやっぱりこうちょっとした言葉尻というか言い方のニュアンスみたいなもので、まるっきり表現って変わってくるんで、まあ、近藤城さんからすると僕のこの表現っていうのは、まあ、もしかしたらかなり違うところは多分あると思うんですよね。本当に微妙な細かいニュアンスみたいのを知りたい方はこの千の音楽っていうのはね再販されてますんで、これ読んでいただけたらいいかなと思います。で、まあ、これを元に僕はある時期作曲をしようと思ったことがあって、この千の音楽の発想を元に、曲を作ったんですね。で作った結果途中で、まあ、失敗してと言いますか、まあ、これじゃダメだなと思ってやめたんですね。でやめてもうその方法論から抜け出して、まあ、より一般的な作り方に移行してって出来上がった曲っていうのがあるんですけど、まあ、それが眠りにっていう曲なんですけど、眠りにはもともとその千の音楽的な発想で曲を作ろうとして、でまあ中途半端な形でやめて違う感じにアレンジしてったっていう風な経緯があるんですけど、この眠りにっていう曲を発表した後に、まあ、現代音楽やってる方があれは千の音楽ですねって言ってくれたことがあって、まあ、それは千の音楽って別に単なる普通の形容なんで、カギカッコ近藤城の千の音楽っていう意味じゃなかったと思うんですけど、多分単に千っぽい曲だねみたいな感じの意味合いだと思うんですけど、まあ、ただ僕はそれを聞いた時に、まあ、ある意味成功したというか、まあ、近藤城さんが本当に言いたかったこととはまるっきり違うと思いますけど、まあ、ただその僕のインスピレーションとしてはまあ作曲の発想としてはすごく役立ったなというか、いい影響を受けたのかなって思った部分が結構あるんですね。ですので、まあ必ずしも近藤城さんのような音楽が作りたいみたいなことは思わなくても、まあ僕は全く思ってないですからね、近藤城さんみたいな曲を作りたいとは全く思ってないんですけど、ただこのやっぱり日本の現代音楽でこう無視するわけにはいかない巨匠のこのなんていうか、まあ1970年代のこう、まあ、ある一時期の発想とはいえ、もう丁寧にこう語られてるんですね。もう非常に丁寧に語られすぎてて難しすぎるっていう感じのあれなんですけど、細かすぎるよっていう感じのことが書かれてあるんですけど、まあ、それを読むと、例えばポップスを作る人でも、まあ、またはジャズを作る人でも、まあ、ヒップホップでも何でもいいですけど、まあアイドルでもいいかもしれないですけど、これ何らかのこの発想の一個のインスピレーションにはなるんではないかというのが僕の提案ですね。なのでそういう意味で今日この本を紹介したかったっていう感じですね。必ずしもこういう近藤城さんのような現代音楽を作った方がいいですよとかいうわけじゃなくて、僕自身作る気が全くないですから、まあ、そういう意味ではこの多分ね近藤城さんが言いたかったことの半分も理解してないと思うんですよ僕は。まあ、半分どころか10分の1も理解してないかもしれないですけど、まあ、ただその僕なりの現時点の僕の、到達点というか解釈の到達点としてはこんなもんかなみたいな感じで作曲に取り組んで、で大失敗した結果、でもそれなりのこう印象を与えれたっていうのはすごくいい体験でしたね。はい、ということで近藤城さんというね、偉大な音楽家の、千の音楽と言われるこう作品なのか考え方なのか作曲技法なのか、はたまた作曲哲学なのかっていうものについて、僕なりの、感想というか、考え方をお話ししました。以上です。ありがとうございました。